皆さんこんにちは、キャドラボの栗崎と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。私の方からは、設計者 CA 実践のための10の方法ということで、もうこの場で聞いて実践していただければ、解析の精度が上がる10の方法をお伝えしていきたいと思います。資料ですけれども、お名刺とアンケートを受付にお出しいただければダウンロード URL を後ほどお送りいたします。まず私、材料力学を再履修しておりまして、その過程でどのようにして再履修したかをですね、@IT モノイストというサイトでずっと連載をしてまいりました。全部で材料力学が9回、有限要素法が11回というふうに連載をしてまいりまして、でこれをご覧になった講談社の方がですね、本にしないかということで、今年の1月ですが、本になりました。今日はこの本を欲しいという方に抽選でプレゼントしたいと思います。どうぞ最後まで、聞いていただければと思います。ちなみに工業基礎分野ではずっと上位をキープしておる本ですので、そこそこ需要があるんだなというふうに思っております。このプレゼンテーションを最後に欲しい方に、抽選で差し上げたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まずプロローグなんですけれども、物に対する愛着、皆さん自分が長いこと使っていた携帯電話、乗っていた車、手放すときに寂しい思いをした思いはないでしょうか。それは物に対する愛着だと思います。で、まあ、いい製品というのはこの愛着とイコールだと思うんですが、愛着というものは、まずは長く使えなきゃいけない。長く使えなきゃいけないということは壊れてはいけないんですね。で、壊れてはいけないために設計をする方はいろいろなことをやるわけなんですが、そのうちの一つが3次元 CAD の活用だと思います。業務の中で CA を活用する機会は増えていくかという人は8割に達しています。ですからもうほとんど、業務の中の8割の方は CA をやっていこうというふうに考えています。一方、3次元 CAD の普及度合いっていうのはちょうどやはり同じぐらいで、8割の方が設計に3次元モデルを活用しているんですね。で、3次元 CAD というのはもともと設計のためのツールではなくて解析のためのツールでした。解析のためのモデルを作るのが大変なので形状を3次元で表現したい。もともとは3次元 CAD というのは設計のためのツールだったんですね。で、3次元 CAD の最大のご利益は相性がもともといいわけですから解析ということになります。ところが、3次元 CAD を設計、3次元設計をしているのに解析をしていないとしたらそれは大変な損です。ところがですね、ここに市場があるわけで、各社たくさんの設計者向けのソフトを出してきているんですが、私が現場で見ていると設計者の解析は非常に間違いがあることが多いです。で、今日はその間違いを正すために即効性のある設計者のための CAE の実践のための10の方法をご紹介していきたいと思います。限られた時間の中ですので駆け足で説明してまいります。まず一つ目なんですが、単位計と単位換算、まあ非常に初歩的なことになるんですけども、私が経験した中で解析ミスの原因は 80% が入力データのエラーです。で、これは、このうちのですね、さらに8割全体では 64% の人がですね、単位計と単位換算のミスを犯しているんですね。ですからこれはですね、解析を流す前に必ず確認しなきゃいけない最重要事項だと思います。私はもう何千例も解析をしていますが、今でも単位換算3つの方法で確認しています。1つは自分の頭と手で確認をし、もう1つは単位換算ソフトを使い、さらに単位換算ウェブサイトで確認をします。ユニットマーケットというウェブサイトが非常にいい単位換算のサイトになっておりますので、どうかお使いいただければと思います。必ず、単位換算は確認することですね。これがまず一つ目のポイント。単位換算は念には念を入れて行っていただきたいということです。次、座学力ですね。これまで、私が調査した、これ募集団400名ぐらいなんですが、材料力学と有限要素を分かってますかっていうことに対してバッチリ分かるって答えた人が 5% 以下なんですね。こんな状態で設計の方が CA を使っているんです。これ設計者で CA を使っている方400名に聞きました。で、95% 以上の人が知識に不安を持ちながら解析を使っているということになります。
で本当にあった怖い話といたしまして、このような直径120ミリのピストンがある場合に頂点部が25ミリ変形しますといったような、解析結果の報告を平気で上司にしてくるわけですね。もう皆さんお分かりのように感覚的に分かってらっしゃるように120ミリのピストンは25ミリも変形しません。だいたいこれまで割れてるわけですね。ところがこういう報告をしてくるんですね。で構造解析の基本原理は、まあ、出てきたミーゼス応力と降伏応力を比較するというのが基本なんですね。で下ここから下だったら壊れない、ここで、まあ、ヤングリスポアソン比いろんな専門用語が出てくるんですがこれは何なんだということがわからないまま解析をしている方実はいらっしゃいます。で、これらを習うにはまず材料力学は必ず習わないといけないです。でこれを習う過程で力学が身につき有限要素法の解析ソフトに入れるデータが分かるということになります。この本にも、だいたい5分の2ぐらいを割いて、材料力学の話をしています。これが分からないと何も分からないからですね。で、2番目のポイント、材料力学はものづくりに関わる人の全ての人の義務だというふうに思っています。ぜひ、材料力学を身につけていただきたいと思います。3番、材料データでヤング率やポアソン比が分からなくても解析ができてしまう現状はどういうことかというと、3次元挙動モデルを皆さんが作るとそこに材料をアサインしますね。実はこの材料をアサインするんですがその裏では解析が行われる時の強度データを勝手にアサインしてるんです。で、ここにあるような材料の硬さやポアソン比密度こういったものも勝手に与えられちゃってるんですね、自動的に。ところが、鉄なんかですと温度が500度になるとヤング率は半分になります。プラスチックなんか樹脂材料なんかですと80度ぐらいでもう材料は強度を低下していってますしていきます。こんな大切なデータを勝手にアサインされてしまうんですね。で私が言いたいことはこのテーブル自分で作れますので材料データは自力で整備する、これをぜひお忘れなきようというふうに思います。次4番目、メッシュサイズ。実は、設計者が行う解析のソフトは、CAD をベースにメッシュ分割を勝手にやってくれるんですね。その時のメッシュの大きさ有限要素の大きさはですね、まちまちです。で別に何の根拠があるわけでもありません。で例えばそれがたまたま2番だったらどうでしょうか。こんなに理論界から遠い、データになってしまう結果になってしまいます。本当は5番6番あたりのメッシュの大きさを採用しなければいけないんですね。ところがここにあるように2番だとこんなところにしかならないと。じゃあこれはどうやって出すのかっていうともう簡単で、解析は1回こっきりではそれが正しいかどうかわからない、これはぜひ肝に銘じておいていただきたいと思います。実際私も未だにこの方法はちゃんと守ってまして、実際のこれ私がやった解析ですが全部で20回に及ぶ計算をしてまして、この解が安定しての、ある点を取っています。一番端っこ取るんですね。それはどうしてかというと、学者の方はみんな細かく有限要素は細かければ細かいほどいいっておっしゃいますがそうじゃないんですね。私の経験では、この点を取るのが一番です。それはまた後で説明いたします。解析は収束を見るということで、解析は複数回やらないとその答えがいいのかどうかも分かりません。次、空間が異なる各モデルということで、これやってない方非常に多いです。どういうことかと申しますと、まあ、試作品があったり3次元で作ったモデルがあったりします。で有限要素モデル、これ特にここはこの2つは同じ CAD 上で行われるのでさも同じモデルのような錯覚をしてしまいますが全く別の空間にあります。ということは重さも違うんですね。だから必ずこれ重量を合わせるってことをしないといけません。重量が違うものの強度が同じはずがないですよね。ですから重量の合わせ込みをしただけで、モデルの、まあ、解析の精度はぐっと上がってきます。5番目のポイントとしては重量は合成と強度を司るということで、重量合わせ、もしも皆さんが、試作品があるんなら試作品の重量と有限要素モデルの重量必ず合わせるようにしてください。それだけで解の精度は上がると思います。次6番目、
このような自動車の底板なんですが、これをメッシュ分割しました。見た目は非常に綺麗で、このまま解析に突入するんですが、実は皆さんが操作のミスをしたわけでもないのに、こういうプログラムにありがちなのは、バグですね。バグによってこんな風に破れてる場合があるんです。破れてるんですけども、見た目は全然わかりません。で、解析を、本番の解析をしてみて、もう、変形量を小さく取ってるとわからないですね。ですから私は、このような、モデルを、全ての有限要素モデルを作った場合には、各軸に自重をかけて、重力加速度をかけて解析をします。で、3方向でモデルをぐるぐるアニメーション、回しながらアニメーションして、どっかが破れてないか外れてないか、を確認します。ある最新版のソフトでも破れてました。というわけで、皆さんがオペレーションミスをしたわけではないのに、モデルが破れてるってことがありますので、ぜひ各軸一次解析を行ってモデルの連続性を確認するようにしてください。これが6つ目のポイントです。さらに、いきなり3次元で、CAD で作ったモデルを本番解析をしてしまう人が多いんですが、それが便利だというふうにベンダーさんは、宣伝するんですが、実はこれ非常に時間がかかる場合があります。ですから私は、その似た形の小さなモデルを使って、解析原理と解析技法を何回か試行錯誤しながら決めていきます。解析原理って何かっていうと、どんな要素を使おうか、他の条件はどうしようかといったようなことを、このモデルで、小さなモデルで確認します。また大きなモデルになった場合、ハードウェアのリソースは足りるだろうか、メモリは大丈夫か、ハードディスクは大丈夫か、そういった容量の確認なんかを試行錯誤で決めていきます。で、それが終わってから本番のモデルをちゃんとやるということで、大概私が見ていると、この本番モデルでこういったことをやっている方もいらっしゃいますので、解析原理決めていらっしゃる方いらっしゃいますので、時間がいくらあっても足りません。必ず小さなモデルで試行錯誤を繰り返してから本番モデルに行くようにしてください。小さなモデルで解析原理を確認する、これ非常に重要な7番目のポイントです。8番目、これも非常に重要なポイントです。荷重というのがかかった場合に、高速条件、解析をする場合には荷重条件と高速条件必ず入れなければいけないんですが、このような L 型ブラケットがあった場合に、周り溶接で止めています。で、これがもしこの L 型ブラケットが開くような荷重がかかった場合、どうでしょう。この一番底の面っていうのは、浮こうと思えば上に浮き上がりますよね。こういう荷重を与えれば、そうするとこっちはフリーになるわけです。ところが、この L 型ブラケットを閉じようとする方向に力をかけると、もう予想通りこの面は下に潜り込めないので固定になります。で、上側はフリー、下側は固定というような拘束条件ありませんので、どっちかにするしかないんですね。だから荷重と拘束を別々に考えてると、これ間違えます。ですから荷重と拘束が連動しているんだということをぜひ念頭に置いていただければと思います。私はいつも解析するときに、この荷重をかけると、この面は、このエッジは、この点はどっちの方向に動くのかなということを考えながら、これを設定しています。これが8つ目、荷重と拘束は連動することがあるので、注意が必要です。9つ目、これが多分設計者の方が CAE を行う上で最大の関門だと思います。特異点という問題ですね。これは、円筒管を上から荷重をかけて、で、下を固定して解いたモデルなんですが、最大応力はここに出てきています。止めたところですね。本当にそうなんでしょうか。この最大応力っていうのが出てるこのポイント、これはですね、有限要素法でいう特異点と申しまして、応力を評価してはいけない特異な点なんですね。でも、プログラムはそんなことお構いなしに最大の応力を出してきます。その理由を説明しましょう。まずこれはメッシュサイズ5ミリで最大主応力が 1.13 メガパスカルですね。で、下の特異点だった部分を削って評価に入れずにポスト処理すると、このような図になります。きれいに内側が圧縮、外側が引っ張りになって、最大主応力の出ている位置も変わりました。最大主応力どうなったかというと、約1メガパスカルです。じゃあメッシュサイズをもうちょっとちっちゃくしてやってみましょう。精度が上がるわけですが、
やっぱり同じところに最大使用力出てます。しかしその値は前とは異なっていて、約 15% 増の 1.32 メガパスカルになります。メッシュサイズをどんどん細かくしていくと、この最大使用力はどんどん無限大まで上がります。だからここが得意点だってわかるわけですね。で、下の部分をちょっと削ってポスト処理してみると、こんなようになって前と傾向は同じで、メッシュサイズはちっちゃくなったんだけども、最大使用力も同じということです。というわけで、大概の方はこっちを見ちゃうんですね。この両方を見ちゃいます。そうじゃなくてこっちですね。何かというと、得意点を見極めてそこを除去してポスト処理しないと本当の応力状態はわからないということです。これがですね、みんな本当に評価を間違う最大のポイントになります。これが9つ目、得意点を見極めるということで、それをぜひ見極めて解析を行っていただきたいと思います。で、私解析10個目ですが、私解析を終えるとですね、このようなサマリーシートを書いています。上側は、どんな解析をして、どんなソフトのどのバージョンを使ってどんなような材料乗数を与えたか、その他解析に関わる、例えばさっき紹介しました各軸一時解析をちゃんとやったかどうかみたいなことも全部書いてますね。で、こちらこう右に行くに従って、寝てるグラフ、これが私 OK 法って名付けてまして、 最適なメッシュサイズを得るための方法なんですね。グラフが寝始めた最初の点を取ること、縦軸は変位、横軸は接点数でグラフを書いてるんですね。で、先ほども申し上げましたが、学者の方は接点数がたくさんあればあるほどいい答えが出るっておっしゃいますが、それはイコール前のページで説明した得意点の可能性がある、得意点の能力が目立つということにもなります。だからグラフが寝始めたところっていうのは得意点がモデルになるべく現れないで、で、現れないで一番本当の値に近いポイントということで、ここの点を採用することにしています。もうすでに400例の計算、いろんな計算で確かめましたけども、経験則として、これは成り立って当たっていますので、ぜひ横軸接点数、縦軸最大変位でグラフを書くて何回か解析をするということを心がけていただきたいと思います。で、下側は、使用力、どういう図を書いたか、どういう状態でこの図を書いたか、高速点近傍の得意点を5ミリ除去してポスト処理といったようにまとめています。で、このシートを紙に印刷して閉じているわけではなくて、もう今はいつ使うかわからないデータを工数をかけて管理するより、必要な時に検索しようということで、それを心がけて、これをエヴァノートというところに入れています。で、ここにはもう1000例ぐらいの解析例が入っているんですが、曲げ解析というふうに後から検索をしますと、私が書いた曲げ解析のシート、その他の書類も検索されます。ここで驚くべきことは、私が書いた手書きの曲げ解析っていうのをサーチしてきてくれてるんですね。エヴァノートのサーバーでちゃんと OCR 文字認識をしてくれて、日本語ですよ、文字認識をしてくれて、それも検索をかけてくれるということになります。これ非常にエヴァノート使い手があって、無料で使えますので、実験的に使ってみてください。で、これだけ今クラウドと言われておりますので、計算結果もですね、クラウドに乗っけちゃえといったような傾向になりつつあります。株式会社ビジュアルコラボレーションテクノロジーという会社が CAX というフォーマットを開発しました。これは、CAE 用の XVL とでも言えばいいと思います。形状 CAD の形状データはもちろんのこと、解析した後の有限要素と解析結果もですね、全部圧縮してくれるんですね。その圧縮率だけは凄まじいもんで、例えば 1% 程度に圧縮してくれます。で、1.4 ギガのデータを92メガまで圧縮してくれれば、もうインターネット上で扱うことが可能ですよね。で、この会社は、ビューアーを出しておりまして、このビューアーは無料でダウンロードできます。ですから、この CAX のファイルさえ送ってあげれば、受け取った方はこれをぐるぐる回しながらアニメーションで好きなところを拡大縮小しながら見ることができるわけですね。で、少し、お金を払うプロバージョンの方は、それをパワーポイントに貼り付けたりすることができます。これまで私もたくさんの解析報告書を書いてきました。ポイントの絵をですね、切っては貼り、切っては貼り、切っては貼りを繰り返していったんですが、もうこの絵1枚貼っておけば、好きなようにえ
拡大したり縮小したりアニメーションで見ることが可能になっています。また従来の報告書の作り方を変える方法で設計解析ファイルとフェーズっていうのがあります。これ何かと言いますと、まあ最初の初期モデルを作った解析した設計変更が入って作った解析したで報告書を書いたで、また設計変更が入った、こういう作業を繰り返していくのでもうファイルがごちゃごちゃになるんですね。でどの書類の時にどのファイルを使った解析の結果を貼ってるのかなんてもう分かんなくなっちゃいます。でそれを、なんとかしようというコンセプトで現在シミュレーションデータマネージャーという原理を考えております。これはもう基本形は出来上がってまして、まあキャティアがベースなんですが、モデリングしました、解析しました、その絵をワードに貼ります。でワードに絵を貼って、これ今2枚しか貼ってませんけど数百枚貼ってあっても構いません。でワードに絵を貼ります。設計変更が入った時にどうするかというと、このワードの絵をダブルクリックするとアプリケーションが立ち上がってきて、そのモデルと解析結果を読み込んでくれます。でそれを修正してまた、リストアとすると元のワード文書の絵が全て自動で反映されるんですね。でこれをシミュレーションデータマネージャーの1機能のドキュメントを中心にしたデータ管理なので、ドキュメントセントリックデータマネージャーと呼んで、現在ここの基本原理としてはもう動くようになっています。要はこれさえ、この一番下のワードの文書さえあれば、ちゃんと他のモデルファイル、解析ファイルが紐付けされているという仕組みになっているわけですね。10番目は解析結果の管理はぜひ今後のことを考えてクラウドを視野に入れて、構築していただければと思います。で今まで材料力学を学んでくださいというふうな話をしてまいりましたが、これつまらないです。本買ってやろうと思っても大概は挫折します。で、図研では解析工房というプログラムを開発しておりまして、すでに700名の方に受講していただいております。座学に対する工夫がいっぱいしてありまして、非常に面白く材料力学と有限要素を学べるようになっています。これが材料力学のテキスト、数式が1個もありません。誰でも理解できるような内容になっています。さらに、有限要素のテキスト、これも数式がありません。誰でも簡単に把握できるようになっています。で、解析工房ので何を習うかに関しては CAE4ALL という特別サイトがございますので、そこをご覧になってください。詳細が記入してあります。座学を忘れるべからずということで、ぜひ材料力学を学ぶんであれば、このような方法で楽しく学んでいただきたいと思います。で、最後の議題になりますが、インプロセス CAE と設計者のすべき解析って何かっていうと、今皆さんは3次元CADでものを作ってそれを解析しています。本当にそれでいいんでしょうか。このような3次元CADで形状が決まると、実は自動的に質量と剛性が決まってしまっているということを皆さん気づいて3次元CADでものを設計しているでしょうか。で質量と剛性が決まると強度が決まってしまいます。ところが本当の3次元設計のための解析っていうのは、所定の荷重に対する変異歪み応力を知ることではなく、所定の荷重に対して望ましい変異歪み応力になるように構造や強度を決めることではないんでしょうか。でこれはなんでこんなことになっちゃったのかということを考えると、私が仕事をし始めた時、もう約30年前ですが、みんな、今はこんな構想図を DR で見ます。昔はこうでした。非常にさっぱりしてた。でこれはなんでこんな風になっちゃったかというと、構想図 CAD が出てきたことに、 2D CAD によってシンボルやライブラリで簡単にコピーできて貼り付けることができるようになっちゃったんですね。でCAD の C は本当はコンピューターなんですが、コピーの C と言っていいぐらいみんなコピーを多用してませんか。あの DR に出る機会が多いんですが、なんでこの穴は開いてんのっていう上司の問いかけに対して、その設計した方の答えで一番多いのは、前の図面がそうだったからっていう答えが一番多いです。よって必要かどうかもわからない部品、妥当性の検証もされていない部品の詳細設計に時間を取られてしまって、図面の生産性は上がるけども後戻りが増えるっていうことが現実化しているわけですね。で全く3次元けどもこれと同じ輪立ちを踏んで、で、CAE ソフトっていうのは3次元けどの親戚なので、 CAE も同じ輪立ちを踏んでます。設計がスタートしてずっと形を作って解析して、ああダメだったで戻るんですね。そんなことしないで、まずは大まかなアウトラインで解析してみよう。で次に
穴の直径と位置を決めるために解析をしてみよう、軽量化のためのえぐり方を決めるために解析をしてみよう、で、フィレットのために解析をしてみよう、要所要所で解析をすることをインプロセス CAE と我々呼んでいて皆さんにお勧めしています。だからこれが風にやっていれば材質はどれを選んだのかすぐ分かりますし、機能のための穴は解析したけど C に決めた、軽量のためのえぐりはこうした、加工はこうしたというようにちゃんと根拠を持って設計を仕上げていくことができるわけです。皆さんはここまでモデルを作ってから解析してああダメだったっていうことになるわけですが、この時点でダメだったら絶対にここ行ったらダメです。この時点で持たなかったらこっち行っても持ちません。なぜならば形状はですね、形状は詳細化されていくと剛性が落ちていくからです。ですから、インプロセス CAE というように各要所要所で解析を使いながら行っていくと、難しい解析をすることじゃなく要所要所で使うこと、これが設計書解析のポイントだと思います。じゃあ、最後になりますが、2011年、非常にひどいことが日本にありました。その中でも私が非常に嬉しかったのはなでしこジャパンの優勝と、もう一つははやぶさが帰還をしたことでした。はやぶさは皆さんよくご存知のように、もう何ヶ月も迷子になりながら地球に満身創痍で帰ってきました。もうイオンエンジンも1個しか動かない状態で、燃料もない状態で、でちゃんとミッションを果たしたわけですね。まあ、非常に丈夫で長持ちをしたから、愛着が国民から愛着がに愛着を持たれたと言っていいと思います。映画も3本あるのご存知ですか。まあそんなような状態になったわけですね。で私が言いたいことは、正しい設計者 CAE で製品に信頼性と可能性を与えてあげていただきたいと思います。そうすればはやぶさのように、設計ので保証された期間と設計で保証された強度を大きく超えて皆さんの期待に応え愛される製品になり愛着を持ってもらえる製品になると思います。そのようになことがですね、日本の製造業をまた強くしていくものと思って、このような活動をしております。私のお話はこれで終わらせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。